エスト、エスト、エスト、ディモンテフィアスコーネは、イタリアワインの銘柄の一つ。単に、エスト、エスト、エスト、とも呼ばれる。イタリア中部、ボルセーナ湖にほど近いモンテフィアスコーネを中心とする、地域で生産される、白ワインである。原産地と生古賞の認定を受けており、限定された畑で栽培された、特定の品種の白ブドウをベースに作られたもののみが、 この銘柄を名乗ることを認められている。このワインの珍しい名称は、最高のワインを探し求めた、中世の聖職者の伝説に由来するとされる。エスト、エスト、エスト、ディモンテフィアスコーネという珍しい名称についての物語は、幾世紀もの間にわたって、広く伝えられてきた。例えば以下のような物語である。モンテフィアスコーネの教会にある。 ヨハンネス・フッガー司教の墓この伝説は、幾世紀もの年月を経るうちに細部が変化し、いくつかのバリエーションがある。トム・スティーブンソンが、サザビーズワイン百科辞典で記した、詳細な解説によれば、出来事の起きた時期は1110年の終わり頃から1111 11年の、初め頃までの間で、ドイツ人のヨハンネス・フッガー司教が神聖ローマ皇帝。 ハインリヒ五世の大冠式のために、ローマへ旅行した、際の出来事となっている。この他のバリエーションとしては、この事件が10世紀に起きたことであるとか、フラマン人の主教が関わっていたとかといったものがある。いずれにせよ、カトリックの死去がローマへの旅路において、使いのものを先行させて、最高のワインを探させ、モンテフィアスコーネの宿屋で出されたワインに、 大いに感銘を受けた使いの者が興奮のあまり、入り口に、エスト、エスト、エスト、と書き残した、という筋書きが含まれる。この物語については、マスター・オブ・ワインのメアリー・ユー・イング・マリガンを、はじめ多くのワイン専門家が考察を行っている。史実としては疑わしい話であるが、観光客を呼び込むことに寄与しており、またそのことでこのワインの評判を損ねもしている。 トレビアーノダネ、ね、産地では、プロカニコとして知られる。ブレンドされた、白ワインであるエスト、エスト、エスト、ディモンテフィアスコーネは、ラティウム北部にある、ボルセーナ湖周辺の火山性土壌の産品として、1966年に、イタリアのワイン法による、デノミナツヨーネ・ディオリージネ・コントロラータの認定を、受けた。DOC の規定により、 ボルセーナン南岸のモンテフィアスコーネのコムーネ周辺に、ある1000エーカーの DOC エリアで栽培され、1ヘクタールあたりの最大収率13トンで収穫されたブドウの使用が義務付けられている。ワイン完成品としてのアルコール度数は11%。 以上でなければならず、少なくとも65%のトレビアーノダネ、20%のマルバジアビアンカシュと15%未満のロッゼット、ダネがブレンドされていなければならない。ボルセーナ湖周辺のこの地域はワインツーリズムで有名であり、エスト、エスト、エスト、ディモンテフィアスコーネはもっぱらこの地域を訪れる人々に提供され、輸出に回される量は比較的少ない。 ジョーバスティアニッチは、リンゴを思わせる、穏やかな方向と高い酸を持つワインであると、記述している。このワインはドライ、および、アッボカートとして製造される。地元では、フリットミストやアーティチョークの揚げ物など、ローマ料理に合わせる。主要な製造業者の一つに、ファレスコがある。同社によるものは、世界的に知られる一般的な、ウンブリアの安価な、白ワインと評される。 エスト、エスト、エスト、ディモンテフィアスコーネは、ワイン批評家たちによって、しばしば批判的に評価される。例えば、ヒュージョンソンとジャンシス・ロビンソンは、ワールド・アトラス・オブ・ワインにおいて、世界で最も面白い名前を持つ、最も退屈な、白ワインと評している。ワインに関する著作の多いジョー・バスティアニッチは、トスカーナ・ワインとベルナッチャ・ディ・サンジ・ミニャーノを引き合いに出し、 グラスの中に今あるものより、歴史の方に説得力があると評している。テレビ映画、ケージコロンボのエピソード、別れのワインでは、モンテフィアスコーネと呼ばれるワインが登場している。劇中では、最高のデザートワインと評されている。ありがとうございます。